はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は社会人の勉強についてお話をしていこうと思います。まあ勉強といってもね、じゃあ何を指しているのっていうところからね、入っていこうと思います。で、まあ社会人になってからね、勉強といっても、まあどんなことが勉強と言えるんだっていうと、まあ意外と謎だったりするんですよね。まあ学校に通っていた、まあ子供の頃だったりすると、まあ国語とか数学とか社会とか英語、理科みたいなのがあったりとかしたと思うんですけど、まあ社会人になってからの勉強ってじゃあ何を指すのかっていうことをいろんな人に聞いてみるとですね、まあ例えばですけど、まあ本を読んで経営者とか学者、まあ著者の知識を知っていくこと、まあ、得ていくことですとか、あるいは英語力を身につけるために、まあ、英会話教室に通うとかですね、それから資格の勉強をして資格を取るとか、まあ、異業種交流会に出かけていって人脈を広げていくこととか、それから大学とか専門学校に入り直すなどなどっていうのが、まあ、ピックアップされてきているというところなんですね。で、まあ、十人十色であって、勉強という捉え方っていうのもたくさんあるわけなんですけれども、まあ、社会人になってからは、まあ、ただがむしゃらに勉強をしても、まあ、それが結局は生活とか仕事のプラスになってないと意味がないですっていうことがまあ言えるということなんですね。で、勉強の目指す先を教えてくれている人っていうのがいるので、まあ、その人の考え方を今日は一緒に皆さんと学んでいきましょう。ということなんですけど、もう名前書いてますね。はい。ピーター・ドラッカーさんっていうところでね。はい。まあ、勉強した先に身につけるべきことっていうのは一体何なのかって、もうピーター・ドラッカーをね、知らない人はいないと思うんですけどね。まあまあ経営についてのね、もうプロフェッショナルといったらもうピーター・ドラッカーみたいなところがあるんですけど、まあ、勉強した先に身につけるべきことっていうのは、成果を上げる力だということを言ってます。で、成果を上げる力って一体何かっていうと、まあ、社会人が最も身につけるべき力のことで、世の中にとって最も必要なことっていうことなんですね。で、成果を上げるっていうのは、まあ、例えば営業だったら成績で、まあ、いくら以上売り上げてくるとか、開発とかだったら納期に間に合わせて、今まで世に出てきたことのないような商品っていうのを開発していくとか、そんなところですね。まあ、要は、より豊か、そしてより幸福を目指した活動になっているかどうかっていうのが成果を上げる力であるというところですね。で、成果を上げる力の身につけ方っていうのをピーター・ドラッカーが教えてくれてるんですけど、まあ、5つステップがあります。で、第1ステップから第5ステップまであって、それぞれどんな中身かというと、第1ステップっていうのは、まず時間は有限なんですよね。やっぱり1日24時間で、うち仕事とか生活とかに使える時間とかっていうのが、まあ、どれくらい取れるかっていうところなんですけれども、まあ、その時間が何に使われているかっていうのを記録することっていうのがまず大事ですと。何に使ってるかじゃないんですよ。何に使われているかなんですよ。つまり時間を浪費する要因の除去っていうのが目的になってくるのが第一のステップです。で、時間っていうのは貴重な資源で、常にああいうことやりたいな、こういうことやりたいなって思っていても足りないものなので、浪費している時間が一体何なのかっていうことをまず分析していきましょうということです。だからなんかポチポチスマホいじってるとか、ネットサーフィンしてるとか、もうなんか友達と同じ話をもうお前それ52回目だろくらいこう繰り返してやってるとかですね、そういう話を、そういう時間を排除していくっていうことがまず第一ステップになってくるというところです。そして第二ステップとしてはですね、自分自身と組織、まあ、この組織っていうのはなんか大方にね、なんか黒の組織でジンとかウォッカってお酒の名前があるようなそういう組織のことを言ってるんじゃなくって、会社とか家族っていう、まあ、自分が所属してるコミュニティみたいなイメージですね、っていうところの目的っていうのを理解して、自分の高い水準を求めることって、まあちょっと抽象的な言い方なんでね、何なのかっていうんですけど、まあ、要は組織に貢献する意識っていうのを高めていきましょうっていうことです。だから例えば家族だったら休みの日でどこか遊園地に家族で一緒に出かけに行ったりとか、それから食事に行ったりとか、まあ、食事を一緒に作ったりとかっていうね、そうやって家族の仲を良くしていくことですし、会社であれば業績向上、まあ、ゴーイングコンサーンって言ってね、企業の永続を求めるため、実現していくために自分ができることを具体的にアクションを起こしていくっていう、まあ、そういう意識をまず高めていきましょうということですね。で、こういった意識とかスキルっていうのを身につけることによって、この会社のためにとか、この家族のためにっていう責任感が生まれていくというところですね。やっぱり責任感ないところに考えもアクションも生まれてこないですから、そういう植え付けっていうのが大事ですっていうところですね。植え付けというのは育みですね。はい。そして続いて第3ステップとしては、強みを生かして行動することっ
なんですけど、ここは結構勘違いがあるところで、自分が得意だって思っていることイコール強みっていうわけではないんですよね。どちらかというと行動がなんか得意かどうかは分かんないけど、なんでかうまくいくようなっていうことがあなたの強みだっていうことなんですね。つまり行動がファーストステップに来ることなんですよ。だから僕で言うと営業って得意とは思わないけど、なんかうまくいくんですよ。なんでかわかんないけどうまくいくんですよ。これだけね、ベラ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 喋って、なんか、お客さんによく言われるのは、なんかあなたの話聞いてると心地よくなってできる気がして、ついつい買っちゃうんだよねっていうことはよく言われます。まあ実際に買って使っていただいているんでね。だからそういうのが僕別に営業得意だって思ってないですけど、うまくいってるんで、これが僕にとっての強みなのかなというところですね。はい。で、それから第4ステップ。は集中するポイントを決めるということですね。まあ、これはドラッカーはリーダーシップっていうふうに言ってるんですけど、要は余計な時間を排除します。そして自分がの力を発揮できる強みを見つけていきます。そうなったら今度は決断力とか目的達成意識っていうのを育みながら、どこに成果を生み出していくために集中していくのかって、そういった絞っていくっていうことが大事だっていうことを言ってるんですね。そして最後、第5ステップとしては、責任ある判断を行うと。で、いくら集中するポイントを決めたとしても、じゃあ最後これお前やっといてねって言ってしまったら、それは無責任だっていう話なんですよね。じゃなくて、最終的には自分が受け負っていくと。自分が責任を取るんだっていう意識の中、そのための知識とかスキルとか習慣っていうのを身につけていくということです。で、これっていうのは常にアップデートされていかなくちゃいけないというふうに言ってまして、古い考えで昔こうだったからとかっていうような、そんな責任とか知識とかスキル習慣っていうのもどんどん捨てていって、でどんどん新しいものを習得していきましょうという話をドラッカーがしています。そして総括としては、知識とか行動力とか責任感、勇気、こういったものを身につけていくことっていうのが社会人にとっての勉強です。だから手段は、例えば資格の勉強をしますとか、英会話教室に通いますとか、なんかお依頼さんの書いた本を読みますとかって何でもいいんですけど、最終的にこの知識、行動力、責任感、勇気っていうものにつながっていかないような勉強は、社会人にとっては勉強じゃなくて、ただの時間潰し、暇潰しだっていうことなんですね。だから、こういう4つ、まあ大きく言うと4つの力が身につくっていうものが勉強ですと。勉強だと言えるんじゃないかというところですね。そしてさらにその先に組織、さっき言ったような会社とかご家族への貢献につながって初めてその勉強が実ったという、まあ、誇りを持っていいんじゃないかというところですね。はい。ということで今日はね、社会人についての勉強というところをやっていきました。ただ闇雲に本読めばなんとかなるっていうものじゃなくて、その読んだものが最終的に生活を豊かにするものとか、幸福度上げていくものとか、それから、自分が所属しているような組織コミュニティっていうところに、まあ、貢献できるような知識になっていれば、それは勉強者と言えるんではないかというそういうお話をしてまいりました。ということでね、また次回お会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。